リンリン、ハロー、パラレル、リンリン、パラレルのリンドです。はい、本日の動画は、先日行ってきた青大将の捕獲の動画となります。はい、ではまずその前に、こちらのチャンネル登録、高評価、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローと、今回はですね、生き物採取系 YouTuber のエゾモンズさんと一緒に、捕獲に行ってきた状態になりますので、よろしければ概要欄の方に動画のリンク、そしてチャンネルのリンク、そしてツイッター、インスタグラムのリンク貼っておりますので、よかったらそちらからフォローしてください。はい、で今回ですね、そのエゾモンズさんのウヤくんとキョンちゃんと一緒に、採取に行ってきたんですけれども、採取する際に、誘ってくださって、でこういうポイントがあるんだよというところで一緒に行ってきた状態になります。でですね、まあ捕獲ができたわけなんですよ。で、はい、ここの動画からなんですけれども、はい、これ近くにある、まあ、川ですねのところの近くでこんな感じでね、岩場があったんですけども、いるんですよここに。もう仕込んだかのようにいてここに。はい、青大将ですね。はい、この子はね、実はうちに来た、一匹になるんですけれども、この子、カブくんですね。うちに来たカブくんという子になるんですけれども、まあ、いたんですね。こんな感じで。はい。もうね、なんかね、仕込みかなって思うレベルで捕獲ができた子になりますね、この子ね。マジかよって思いながら。はい。で、私の足元まで来るっていう、もう仕込みじゃねって思うぐらい、すごい、運命的な出会いをね、しました。でね、ちょっと上の方行ったりすると、こんな感じでイモムシがいたりだとかっていう形で、本当にね、こう自然が豊かな場所に連れて行ってもらいました。で、今回はね、こんな感じでナレーション処理にはなるんですけれども、実際はすごくですね、喋りながら、そのエゾモンズさんの、ウヤくんとキョンちゃんとすごい喋りながら、あっちこっち行ってっていう感じでしたね。はい、こちらはですね、はい、わかりますかね。はい、まあ、虫でございますね。はい、あんまり触っちゃ、噛まれる可能性があるのでね、っていうところで、顔はね、もうすぐそこにあるんですよ。なのでね、全然触りはしませんでしたけれども、まあ、虫ですね。はい。で、もう一匹、捕獲できた子ですね。全部で3匹捕獲できてるんですけれども、その3匹捕獲したうちの、2匹目ですね。はい。すごい怒ってますけれども。で、この子はうちに来た子なのかなと思いながらちょっとね、動画見てたんですけれども、この子はうちに来た子ではなかったご様子ですね。はい。いろいろこう顔立ちとかね、見たんですけれども、この子はですね、そのエゾモンズさんの方で一匹連れて帰った子になりますね。はい。結構太いですよね。で、おそらく女の子ですね。で、オリーブ柄の、オリーブ柄っていうかオリーブ系のね、お色の子でございます。はい、そしてね、こうやって歩いていると、塩辛トンボとかもいるわけですよ。はい、すごい、こんな近くでね、見れちゃうんだなって思いながらですね。そしてね、ジムグリとかもいて、ジムグリはちょっと全然捕獲できなくて、近づくとすぐ引っ込んじゃうっていう状態で、もう岩の中入っちゃうんで、触ることとかは全然ジムグリはできなかったんですけれども、ジムグリもいて、青大将も全部で捕獲しただけで3匹で、見つけたっていうだけでいくと、おそらく全部で6匹程度、ちっちゃい子と、こう橋の向こう側にいたよっていう目撃情報とかっていうところとって感じですね。はい。で、ちょっと行くとトンネルがあって、トンネルをね、奥までこうやって行くと、またね、スポットがあってっていう状態で、こんな感じでトンネル通っておりました。このトンネルね、こう音が反響して、ちょっとだけ怖いかななんて思いながらも、まあ、私こういう怖いのはね、不得意ではないので全然余裕なんですけれども、はい、っていうところでございましたね。で、この奥のスポットにですね、またうちで捕獲した子がいるんですけれども、そう、ここもね、結構湿気が多くてっていうところで苔がかなり育っておりましたね。はい、そんな感じでございます。で、捕獲した子がこちらの日本アマガエルになりますね。名前はメメちゃんという名前を付けさせていただいております。ジョジョの奇妙な冒険の、カエルを殴った時の音、メメターから取った名前ですね。はい。
でこんな感じでね、水草がねぎっしりのところがあって、ちょっとガサガサをするとこんな感じでね、オタマジャクシと、カエルちゃんもね取れた状態、ツチガエルですね、あと土壌もいたりとかっていう状態でしたね。ほんとなんかいろんなところでこうスポットがあって、でこんな感じでね、オタマジャクシも見れて、はい、こんな感じでねカエルちゃんも普通に捕獲できてっていう状態ですね。で私捕獲にはあるまじき格好でね行ったような気もするんですけれども、ほんと楽しく過ごしておりました。もうねこんな感じで私はなんか自由に過ごしておりましたね。なんか少年心というか、子供心というか、もうなんか童心に戻ったような状態でございました。で夜遅くの状態ね、もうお月様が出てくる状態までやってですね、でその後ノコギリクワガとかね大量にいるスポットがあって、そこでね大量にノコギリクワガタを捕獲してまいりました。こんな感じでノコギリが全部で何匹でしょうかね、なんかすごい大量にっていう状態でしたね。ちなみにこちらのノコギリクワガタの動画についてはエソモントさんの方で詳しくね動画上がっていると思うので、よかったらそちらの方を見ていただければなと思います。本当に大量ですね。うちで持って帰ってもいいかななんて思ったんですけど、うちはねなんかまあ、一旦いいかなと思って、エゾモンズさんの方で、飼育してもらおうかなという状態で、エゾモンズさんの方にお分けした状態になります。はーい、もうほんと大量ですね。で、帰りね、また違うスポットでノコギリクワガタではなくて、ミヤマクワガタがいたりっていう状態ですね。はい、そして、うちに連れて帰ってきた青大将ちゃんたち2匹ですね。これ帰ってきた日、すぐ、うちで触ってっていう状態なんですけれども、本当にこの子たち野生の子だったんかっていうぐらい、人間に触られるのに慣れておりました。はい、で今もね慣れている状態で、実際1回もう脱皮もした状態ですね。はい、そんな感じでございます。はい、でもこの後にねうちの、飼育環境の作った動画が入っておりますので、よかったらそちらの動画を見ていただいて、最後におまけ動画が1本だけ入ってるんで、よかったらおまけ動画見ていただければななんて思います。はい、一旦捕獲して帰ってきたっていうところの旅動画はここまでとなります。この後、実際に飼育の、環境作りの方、環境作りというか環境作った後の動画が挟みますので、よろしければそちらご覧ください。はい、ってことで改めましてリンリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、前半の部分ではですねエゾモンズさんと、一緒にね、いろんな動物の、採取、させていただいていたんですけれども、後半で採取した子たちのケージご紹介していこうかなと思います。はい、ってことでねうちで捕獲してきた子は青大将が2匹と、日本アマガエルが1匹という状態になります。まず日本アマガエルだけチラッと見ていきましょうか。一緒にねコケも持って帰ってきたんですけれども、おいおいおい、サンショウちゃんが、サンショウのこの子は黒くんですね。黒が外に出ようとしている。君は帰んなさい。はい、帰っていただいて、はい、こっちがね、うちのコケリウムという形で、もうワインセラー自体はね全部中身改造して、ここに水槽がね入ってて、ここシリコンでね塗ってっていう状態なんですけど、ここに水が溜まって、ここにも水が溜まって、こっちにも水が入ってっていう感じのねコケリウムなんですけれども、アマガエルはどこにいますか。うちのアマガエルの名前はですね、メメという名前にさせていただいていて、名前の由来はですね、ジョジョの奇妙な冒険のカエルを殴った時の音、メメターから撮ってるんですけれども、メメがいないな、いないことはないと思うんだが、どこかに隠れていると思います。隠れるとねちっちゃくて見つからないんですよ。ここにはねエゾサンショウウオと沖縄シリケイモリ、はい、がいて、で これもね取ってきた苔です。はい、自然採取してきた苔をこんな感じでね、レイアウトに使っていて、いたいないと言ったらここにいるじゃないですか。はい、メメです。はい、
でね、一緒にここにねイヤメガエルもいたんですけれども、あのツボカビ症という状態になっていてですね、あの今あの薬浴したりっていう感じで療養させている状態で、今このケージには入れていない状態になってます。はい、メメです。奥に黒くんが、山椒の黒くんですね。はい、メメです。イヤメガエル、はい、まずこんな感じのねコケリウムになっております。はい、いやまさかメメがねここにいるとは思えませんでしたね。ここ止まるんだね。もう一回撮っとこうか。こんな感じでございます。はい、という感じのね、コケリウムでございました。ではね、サンショウちゃんたちは一旦置いておいて、はい、青大将のケージを見ていきましょう。青大将の方のケージはですね、こちらは100均で買ってきたものがだいたいメインで入っております。実はね、この動画撮ってるのがですね、捕獲した後の、2週間くらいも経っちゃってる、もうちょっと経ってるかな、はい、なんですけれども、もうねこれで生活して捕獲してから2週間3週間ぐらい、今が7月の今日6日か、はい、7月6日に撮影してるのでもうちょっと経ってるかな。捕獲したのが6月なので、はい、ちょっと動画撮るのが遅くなってしまう。なかなかねちょっと仕事とかでバタバタしていてね、あのケージは作ったんだけど、ケージを作った動画の方だけねちょっと撮影しきれていない状態でした。はい、でどういう状態かっていうと、こう100均に売ってる、100均じゃない、3コインズかに売ってる、衣装ケースですね、中にまあ厚紙なんですけど入ってるのはが入っていて、で下にペットシーツが敷いてあって、ペットシーツの上に、この芝ですね、人工芝みたいな感じの床材があって、でレイアウト用のお花で、レイアウト用の葉っぱで、下が水入れっていう感じになってます。でもうねそろそろこの子脱皮ですね。はい、目がこんな感じで黒いので、そろそろ黒いじゃないや、白いのでそろそろ脱皮ですね。でケージはそんな感じ で、これはもうほんと100均の、なんか葉っぱをねこんな感じで折って入れていて、この上に乗っかったり、あとは下に隠れたかった時は隠れれるようにっていう感じになってます。で水容器、だから水容器そのままポンと置いてあるの、なんか私的にかっこ悪いなと思ったんで、水容器を隠す形。はい、でこれは実際に現地で取ってきた石です。はい、現地で取ってきたこのキラキラした石、石の名前が出てこなくなっちゃった。はい、石。はい、で、この芝があって、この芝はねなんか潜ったりできるようにっていう感じで使ってはいるんですけれども、はい、こんな感じ、ここにね花があって、はい、裏をねこんな感じで、あの長い部分を通しているっていう状態の床です。はい、でその床の下にこんな感じで、はい、ペットシーツが敷いてあって、でうちの2匹がいる状態で、こっちのね目の白い方の子、頭に傷があまりない方ですね、こっち、はい、この子が、ロメちゃん、おそらくメスだなというとこでロメちゃん、名前の理由は、ワンピースに出てくるボアハンコックと一緒にいるヘビ、サロメですね、の名前から取ってます。サロメからロメでございます。はい、こんな感じ、もうそろそろ脱皮だね。うん、でちなみに全然噛みついたりはしません。こんな感じで余裕っすね。でこっちが、はい、名前はカブくん、こっちももうそろそろ脱皮な気がするんだけれども、ちょっとこっちはね頭に少しだけ傷というか、はい、こんな感じでね、こう傷跡っぽい感じのがある子なんですけれども、こっちの子の名前がおそらくオスかなと勝手に思って、まあオスじゃない可能性もあるんですけれども、どちらかというとオスっぽいなと思った方の子で、こちらの方の子の名前が、
カブでございます。名前の由来がですね、鬼滅の刃に出てくる蛇柱、イグロですねの、一緒にいる蛇、あれなんか調べたら青大将みたいですね。白い青大将、アルビノのある青大将っていうことらしいんですけれども、青大将らしいっていうところで、そこからカブにしました。ひらがなでカブくんになりますね、こっちは。でロメの方はカタカナでロメでございます。ちなみにメメンはカタカナです。はい、そんな感じでございます。はい、っていう感じのね、ケージでございますね。よいしょ、そこ水容器入れるからさ、こっちにいてもらっていい？二人とも。まあ青大将はね、基本的におとなしい個体の方が多いので、本当うちの子はうん、なんか おとなしいですね。こんな感じで、ちょっと尻尾踏むよ、それ、これ、はい、踏むよ。まあ大体ね、ああやって隙間に入ってきます。でこの石に関しては、まああのあれですね。あ、ちょ出ちゃダメよ。大体あの脱皮するときに体を擦りつけて脱皮しやすいようにっていう感じの場所として使っていただければなという状況が。君たちさ、そこ入っちゃうとさ、そこ狭いんだよね。で本来私はそこ入って欲しくはないんだよな。2匹もしかも。君たちこっちにいてほしいな。ここはね、この葉っぱがね、うまくこうやっていい具合に入るから、そこにそうしておいてほしいかな。よし、はい、っていうケージでございます。で冬場はヒーターをね、つけるとしたらパネルヒーターをこの横かなと思ってます。下だとちょっとパネルヒーターの熱の伝わり具合がちょっと弱そうなので、この芝だとね、なんでちょっと下じゃなくて横にパネルヒーターをつける形かなと思ったりしております。ちょっとまたそれはね、あの冬場近づいてきてからちょっとパネルヒーターをどうするかとかですね。夏場は特にヒーター入れてません。あの基本的に子供たち、あの北海道の気温でね、普通に過ごしていて、冬は冬眠してるっていうところなので、冬は私の気持ちとして冬眠をさせないようにっていう形ですかね。でうちの基地の場所としてはここの下ですね。ちょっと暗所にはなるんですけれども、結構青大将暗所にいることがね好きなので、こういう感じで暗所に保管っていう言い方もあれだけど、まあ暗所の場所に置いて、基本この LED のライトだけね、こんな感じで置いております。少しだけね明るさをっていう形でございます。はい、っていうところでね、今回はね、計らずともコラボでの撮影っていう形にはなったんですけれども、あのエゾモンズさんと一緒に捕獲していってまいりました。で、あのクワガタなどね捕獲している動画はエゾモンズさんの方でメインで上がる予定になってます。私の方ではまあなんか捕獲のねダイジェスト動画とプラス青大将のね、飼育ケージのご紹介をできればなっていうところでございます。概要欄に、エゾモンズさんのリンク貼っておきますので、よかったらそちらの方確認してみてください。はい、ということで、本日は以上となります。もしよろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。それでは以上、リントでした。バイバーイ。前向きよ。はい。トンネル手前でしゃがむ二人。位置についてよーい、ドン。バイバーイ。俺置いて帰るじゃん。待って。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。